革の達人ですね。これ革のクリーナー兼ワックスです。ワックスとクリーナーが一緒になってて、それ手軽に革製品のクリーニングとツヤ出しができます。それこれから使ってみたいと思います。この財布ですね、もう3年ぐらい使ってますね。まずはこの革の達人をこのティッシュペーパーとかにつけます。それでこの革製品ですね、革製品をの上でこう汚れを落としながら磨き上げます。こんな感じで汚れ つきましたね。結構汚れがつきましたね。それあと皮拭きをしとくといいですね。ベタつかないですね。こんな感じに綺麗になりました。それ汚れも結構ついてますね。汚れ落としの効果が非常に強いです。まあ大切な革製品持ってるけどメンテナンスを楽に行いたいって人、そういう人におすすめですね。いい革製品はちゃんと手入れすれば長持ちしますので、ぜひこういうクリーナーですね、革の達人のようなクリーナーを1本用意してください。